こんにちは、もかですあれ、なんかいつもと違くない？気づきました？うん、そうなんですよ。ということで本日の企画はもかルームの挨拶を決めてみたです。おお、ついに最初の動画でね、皆さんに挨拶を募集したと思うんですけれども、今日が動画公開から挨拶する初めての動画ということでね、挨拶を決めていきたいなと思います。すごいコメント数来てたよね。いや、そうなんです。本当にありがたいことに1500件ぐらいのコメントをいただきまして、迷っちゃいそうだなっていうのもあるし、初めての投稿でこんなにコメントいただけたのがすごい嬉しいので、ぜひ皆さんこれからも募集とか関係なくコメントぜひしてってください。それでは考えていきます。 YouTube のコメント欄から今からもかちゃんが探す感じですね。探します。で、気になるコメントがあったら読みつつ、イメージ湧かないなみたいなのがあったら実際にやってみたりとかもしながら決めていきたいと思います。え、ちなみに今の挨拶はどんなのだったっけ？今は始まりがもくもくもかでーす、タンタン、終わりがグッバイバイバイってやってますね。うん、なるほどなるほど。じゃあ行きましょうか。なんかもかルームだからようこそっていうコメントがめっちゃ多かったんですよね。もかちゃんの部屋にようこそってことか。そういうことです。もかルームへようこそ、結構いいですね。もかルームへようこそ、もくもくメロンっていうのがありました。もくタンもかでーすっていうあ、もくもくとタンタンをくっつけたの。多分そういうことですね。もくタンタンタタンタタタタタタン秘密道具出てきてるみたいな感じになっちゃってますけど大丈夫そうですか？タンタタンタタ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 ン、なんか一個タが多い気がする。面白いけどな、うん、ひょこっていうのもありました。ひょこもかだよっていうのもかわいい。ひょこまあ、ルルルルモカでーすってやるってことですね。あ、かわいい。かわいいかも。タンタンモカタンですしか思いつかん。タンタンモカタンです。私のあだ名まで決まっちゃいますね、それだとモカタンになっちゃう。飲み物は何にいたしますか？もちろんモカ。なるほど。心温まる動画を召し上がれ。かわいい。センスしか感じない。しかもこれ終わりの挨拶もセットであるのよ。今日もモカルームに来てくれてありがとう。次回の動画もおかわりしてね。お部屋に遊びに来てくれたお友達に聞いてるってことだもんね。はい、かわいい。もっこもこっていうのがありました。かわいい。かわいい。冬っぽい。それなんか手振りつけたらめっちゃかわいいと思う。どういう手振りになります？つけるとしたらもっこもこかわいい。センスのなさがバレないかな。タンタンモカルーム始まるよ。これはメルペチです。もしかしたら発音違うのかも。始まるよこれも可愛いな。初めの挨拶が、はい、モカルームへようこそ、最後まで遊んでいってね。終わりの挨拶が、今日も来てくれてありがとう、またモカルームへ来てね。迎え入れて終わりの挨拶はまた来てねみたいなのいいですね。モカルームっていうチャンネルに合ってるね。かわいいの見つけた。カフェオレ、カフェラテ、カフェモカ、どうもモカです。なるほど。カフェオレ、カフェラテ、カフェモカ、モカです。あー、かわいい。いいですね。なんか見覚えのある挨拶があるな。こんにちは、モカです。ピンポン。この方のリメイクですかね。これもすごいよ。はい、モカルームへようこそ、もくもくもかです。最後の挨拶が、今日はこの辺でモカルームの鍵を閉めようと思います。次回の動画でお会いしましょう。ガチャッとかってやって終わるのもありですね。あー、かわいい。なんかいろいろあるんですけど、個人的な思いでもくもくもかですっていうのインスタライブで昔決めたんですよ、ファンの子たちと。てかそれを残したいなって思いが結構強くあって、あと終わりのグッバイっていうのもみんなで考えたやつなんで、それを残して、で今言ったやつをこう付け足すイメージにしたいなって思います。なので一番気に入ってるやつかな、今の中で。もう決まってるんだ。なんとなく。ただその組み合わせ問題が発生してますね、今頭の中で。うんうん、どういう組み合わせにしようかなみたいな。どうしよう。あー、難しい。はい、ということで挨拶が決定いたしました。おー、本当にいい案ばっかりだったんですけど、ちょっと決まったね、初めの挨拶と終わりの挨拶を順番に発表したいと思います。まず初めの挨拶から。じゃん。
もくもかです。たんたんが初めの挨拶になりました。すごいね、ようこそっていうコメントがやっぱりすごい多かったのと、個人的にすごい気に入った挨拶だったので、それを今まで使ってた挨拶にこう付け加える形の挨拶を取らせていただきました。じゃあね、次最後の挨拶、じゃん、また来たね、グッバイ、ガチャ。おー、なるほど、はい、まずまた来てねっていうコメントがやっぱ多かったですね。グッバイはそのまま残したいっていう意思があったので残し、でガチャっていうのはその鍵を閉めたいと思いますっていうようなコメントをいただいたので、そこからこうちょっと派生して考えて、ガチャっていうの可愛いんじゃないかなって思って、ちょっと自分の案といただいた案を混ぜて考えた挨拶を作らせていただきました。ということで、この次の動画から始めの挨拶と終わりの挨拶が使われるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで、皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また来てねー、グッバイ、ガチャ。タンタタンタタ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 タッタタタンタタタタッタタタンタタタタッタタタン。なるほど。